ヒートレースとは、競馬において、同一の組み合わせの競争馬によって複数回の競争を行うことにより、優勝馬を決定する方式の競争である。1回の競争は1ヒートと呼ばれ、ある馬が2回、ないし3回優勝するまで続けて行われた。18世紀以前の競馬ではこの形態の競争が主流だったが徐々に廃れていき、19世紀にジョッキークラブが、 禁止措置を取るとほとんど行われなくなった。現在は東南アジアの一部の国でこの形態の競馬が行われている。1775年8月22日にレディングの競馬場で行われたヒート競争。17世紀からイギリスの各地で王室賞という競争が行われていた。これは王室から賞金、賞品が可視されるもので、 あらかじめ所定の競争規則が定められて公示された競馬の競争としては最古のものである。王室賞は伝統的にヒート競争で行われた。その施行規則には次のような規定がある。下記は1721年4月13日にニューマーケット競馬場で行われたヒズ・マジェスティーズ・プレートの実例である。優勝賞金は100ギニー。 6歳以上の馬による4マイルのヒート戦。各馬の負担重量は12ストーン。一着馬が決勝戦に到達した時点で決勝戦より240ヤード以上遅れていたものは失格となり次のヒートへ進めない。240ヤードという距離は当時の審判員の視認できる限界だったとされる。この240ヤード地点に立てられた標識をディスタンスポールといい。 転じて、競馬分野などでは、ディスタンスは、240ヤードの意味がある。名馬、エクリプスの、エクリプス一着、他はまだ見えないの逸話はこのルールによって生まれた。1769年5月3日に、エプソム競馬場で行われた、距離4マイルのヒート競争で、エクリプスのバッシュデニス・オケリーは、第2ヒートのエクリプスの掛け率が低すぎて、うまみがないと考え、 エクリプスが勝ち、束はすべて失格になるという賭けをした。果たしてエクリプスは、オケリーの目論見み通り240ヤード以上束を引き離して、大差でゴールし、オケリーは賭けに勝った。ヒート競争では、キサが僅差であった場合、到着のため当該ヒートは勝負なしとされ、その1ヒート走った分はトローに終わったということになり、これをデッドヒートといった。このように、 デッドヒートの場合はそのヒートは勝負なしとなり次のヒートに持ち越される。このデッドヒートという競馬用語は現義では同着によって1ヒートが無駄になったのを意味であった。日本では1930年に刊行されたモダン用語辞典でスポーツ用語で同着を意味すると紹介された。これが転じて激しい競り合い、熱戦、白熱した争いの意味で用られるようになった。 競馬橋屋の山野孝一は、この五役により、接戦を表して、激しいデッドヒートなどというのは、原理に照らすと、激しく無意味な争いをしているという意味になると指摘した。新英話題辞典では、英語のデッドヒートは無勝負を意味するとし、日本語表現で激しい競り合いを意味するデッドヒートは、英語のクローズであるとしている。 1794年10月2日のバラブリ時計馬場でのヒート競争。1ヒートは3マイル。第3ヒートがデッドヒートとなり、決着は第5ヒートまでもつれ込んだ。最終ヒートまで争った3頭は合計15マイルを走ったことになる。18世紀の初め頃のイギリスでは、6歳以上の馬による4マイルから6マイルの競争が主流だった。 その過半数はマッチレースでヒート競争は増加していった。長距離によるヒート競争は実力の劣る競争場が偶然一度ぐらい番狂わせで勝ってしまっても最終的には真の実力場が優勝する競争形態だった。しかし18世紀の後半になるとイギリスではこうした競争形態は残酷であると同時に 退屈なものと考えられるようになっていった。普通、ヒート競争では優勝馬を決めるためには、最小でも2回のヒートが必要であり、4マイルのヒート競争に出走する競争馬は少なくとも8マイルを走らなければならない。18世紀の半ばになると、古典的な4マイルのヒート競争では、競争馬は前半はゆっくり走り、後半の二マイルだけ全力疾走するようになっていった。 19世紀が近づく頃には、途中で歩く馬がしばしば見られたという。競争馬が長距離のヒート競争に耐えうるには、完成された眼健な馬体と豊富なスタミナが要求され、生まれてから10分に時間をかけて成長させる必要があり、しばしば5歳や6歳、あるいはそれ以上に育つまで待つ必要があった。 しかし生産者や馬種はもっと若いうちから競馬に使う方が経営上の効率が良いと考えるようになり、また競馬の主催者は工業上の観点で一回の競争が早く終わる方が経営効率が良い。こうしてより若馬によるより短い競争が好まれるようになっていった。1780年に始まったダービーは三歳の若馬によるわずか一マイル半の 一回勝負の競争だった。ヒートレース自体が現在ほとんど見られないので、現在は用いられることは、まずないが、ヒートレースに対する概念として、一回限りで勝負を決する競争を、ダッシュレースという。19世紀頃の競争の名には、ダッシュというようなレース名が散見されるが、これは、ヒートレースではなく一回で勝負を決めるレースを、表している。イギリスでは、 まず長距離の4マイルのヒート競争が廃れていった。19世紀初頭になるとイギリスでは4マイル戦もヒート競争もほとんど姿を消した。アメリカでは引き続き長距離のヒート競争が盛んで19世紀半ばのイギリスではアメリカ場の方が驚くほど眼圏で持久力があるとされていた。アメリカにおける最強馬決定戦としての四マイルのヒート競争が 最後に行われたのは1878年7月のことだった。しかし、1回限りでしかも距離が2マイルという短距離競争ならば4歳馬でもそのスピードで対応できると考え、やがてまだ完成された馬体でない3歳馬でもこなせる距離と考えられるようになった。ここからスタミナよりもスピードを持っている若子まで距離を1マイル範囲や1マイルにして競争が成立し、 その完成度を能力検定するクラシック競争が生まれる時代に入るのである。ありがとうございます。